ウバガイは、二枚ガイズナイハーコーバカガイジョーカバカガイカの一種。日本海北部と茨城県以北の太平洋、シベリア沿岸まで分布し、冷水域の外洋に面した、浅い海の砂底に生息する。北海道では、北ガイと呼び、アイヌ語では、北イ、トゥットレプなどの呼び名がある。季語、三冬。生害は、角長10センチメートル以上と大型で、殻は厚く。 単色であるが、褐色の殻側に覆われるため全体に黒ずんだ色に見える。旋回の再査定に生息し、春から夏に産卵期を迎え、幼生は20から30日間回遊した後に着生する。成長は遅く、漁獲対象まで4から6年かかるが、寿命は30年に達する。幼いのうちは、 各全体が白色から紅白色でどうかの潮吹きに似るが、これは内湾性で生息環境から区別できる。一方、バカガイマクトラクロッシーは生外では全く異なるが、1センチメートル以下の幼、害は区別が難しい。拡張に残る初期違いの殻を高倍率で観察すると全く色彩のないものが、ウバ害で褐色から対抗色が、 天井に見られるのが姫バカガどうかのミルクイニモニルが、拡張や水管、殻の後端の隙間が、それほど大きくなく、殻を閉じると完全に内部に収納され、ほとんど隙間がなくなる点で区別が可能。小型底引き網や、ジェット水流による、掘削漁獲が普及している。一方、目視で挟み取る、伝統漁法も行われ、品質から効果で取引されている。 北海道や東北地方では以前から広く食用とされ寿司ネタとしても一般的であった。現在は関東地方異性でも一般に流通するようになった。宮城県渡り郡山元町では毎年2月に北起祭りが開かれる。実際には国内資源は衰退しており消費量の大半は輸入によっている。カナダ、ペルー産の長羽貝という同族の貝が 冷凍品で流通している。地域によっては、違いの放流による増殖や、大きさによる、漁獲制限による保護が行われる。苫小牧では、ウバガイの生育状況合関係となるハスの博士パンの駆除も試みられている。は、マス市の、ホッキガイの握り寿司主に済みのむき身の冷凍状態で流通し、生や殻付きは少ない。 生の不足の円は黒っぽいが加熱すると鮮やかな赤に変わる。市場ではサイズにも夜が1個あたり平均200から500円前後と食用の2枚以外としてはやや高価である。生態は不足内に砂が多く、さらにアサリやハマグリのように砂を吐かせることが難しい。一方で貝柱が発達していないため殻を閉じる力は弱い。このため、 下ごしらえはナイフやヘラでこじ開け、身を切り開いて水洗いする。生のまま、刺身や寿司に用いるほか、炊き込みご飯混ぜご飯の具、煮付け、つくだぎ、バター焼き、天ぷらなどに用いる。茹でたむき身に関しては、1990年代以降、寿司種として全国的に普及し、回転寿司でも見かけるようになった。ありがとうございます。